ガーデナーズクロニクルの1872年の図版に描かれた温室ビーチ紹介はイギリスの19世紀の園芸業者である。スコットランド出身のジョンビーチが1808年頃に創立し19世紀を通じて多くのプラントハンターと呼ばれる人々を世界各地に派遣し世界中の珍しい植物を集め栽培した。創立者は スコットランド出身のジョンビーチで庭師の仕事を始め、1770年代にエクセターに移ってキラートン邸の庭園の設計、維持の仕事を行った。1808年に大工アクランド順段尺の園芸部門の執事ランド、スチュワートになった。土地を借りて樹木の栽培と販売を始め、さらに借りた土地を広げ、1832年にエクセターのラドフォードに 商売の拠点を移した。息子のジェームズ・ビーチと孫のジェームズ・ビーチ・ジュニアも優れた後継者となった。エクセターとチェルシーに死者を設けた。世界各国にプラントハンターを派遣し、有名なプラントハンターには、トーマス・ロブとウィリアム・ロブのロブ兄弟や、デイビッド・ボーマンらがいる。毎年5月に、チェルシーで開催される、チェルシーフラワーショーの基礎を作った。 第一次世界大戦の勃発までにビーチ商会は新種の植物や新たに荒廃した植物の1281種を栽培した。498種は温室植物で232種の卵、153種の落葉樹など、122種の草木、118種の枝、だ、72種の常緑樹、鶴植物、49種の新葉樹、37種の 観賞用球根植物が含まれた。チェルシーの死者は1914年に営業を停止するが、エクセターの死者はその後も、ピーター・ビーチと娘のミルドレッドによって経営が続けられたが、1968年にセント・ブリジット・園芸に売却された。ありがとうございます。